動画をご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルでは埼玉から宮崎に移住した人間がほんのちょっとでも参考になればなと思い配信しております。以前の動画で宮崎が気に入ったのでもう少し攻めた場所へ暮らしてみたいと思い、宮崎市街地から日南市南郷町に移住するというお話をしました。行くのはいいのだけれど、縁もゆかりもない場所に一人で行って大丈夫なのか、仕事は大丈夫なのかとかあると思います。それと僕は車もないので移動の足もかなり制限されます。結論から言ってしまうと、日々の生活にはひとまず問題なく、趣味や環境など自身の理想に合っていたので決めました。仕事に関してもある程度のリスクを背負うことになりますが、どうにかなりました。今回は日南市南郷町で住めると思った理由と仕事はどうしたのかについてお話しします。では早速ですが、まず自分が住む場所を決める上で何を重視するかというと、無理のない移動範囲に必須としてスーパー、ドラッグストア、ホームセンター、これがあって、さらにあったらでいいのですが、100円ショップ、コンビニがあるかということですね。生活において絶対に必要な日用品や食料品の調達、いざという時に雑貨などを購入できる場所が近くにあるのは大切だと考えます。物を買うのに苦労する場所に住んでしまうとストレス溜まりそうで嫌なんですよね。ネットでポチりもしますが、すぐ必要な場合もあるため、購入できるお店が近くにあるのは大事だと思うんです。今回の南郷町ですが、スーパー、ドラッグストア、ホームセンターが駅の周辺にありました。なので駅から自転車で通うのに苦じゃない場所に住めば、自身の理想の一つがクリアできます。そしてネットで賃貸物件をあの手この手でググってみたところ、どうにか物件を見つけた次第です。情報は限られますので、逆に迷わないかもしれませんね。家賃は4万円超えてません。もっと安いところがあればよかったんですが、その辺は自分のやりくりでどうにかします。その他の希望は、気が向いた時に釣りができればいいかなぐらいだったので、分かりやすくいくつか釣りポイントがあったのも大きいですね。自転車で移動できる範囲で複数のポイントがあるというのは魅力的に感じました。現地に内見に行きましたが、調べていたことに間違いはないと判断して即決です。あとは実際に住んでみてどうなるかですが、こればっかりはやってみないとわからないので、いろいろハプニングが起こるものと考え、状況に応じて対応できればなと思います。次は仕事に関してのお話ですが、例によってネットで求人情報を調べましたが、宮崎市街地と日南市の求人情報を比べると日南市の方が少ないです。しかも見る限り工場の作業員的なものが多いようです。デスクワークばっかりやってきた僕にとっては辛い状況です。こういった仕事はないわけではありませんでしたが、今のやってる仕事に特に不満もなく、可能であれば続けたいなという考えがあったので、コロナの影響で対応を進められていたリモート対応をできないか相談しました。週3とかでいいのでリモートにしてもらいたい。出社が必要な時はきちんと対応する。電車が止まったり遅れたりすることが多そうなので、そういう時も想定したらリモートは必須なんじゃないかと。今後のモデルケースとしてもらい、地方移住を望んでいる人向けに求人を出したら、有能な人材が興味を持ってもらえるかもしれない。こんな感じでお願いをしてみたんですね。南郷から宮崎を普通に通うとなると、6時台の電車に乗らなきゃいけないので、ぜひともとお願いしました。先日上長より今回の対応について説明がありました。結果、リモートは一切認められないということでした。理由としては、あまりにも自己都合すぎるということと、日南から通ってる人は他にもいるので僕だけを特別扱いできないだそうです。確かに自己都合ですが、環境を加味して電車が止まることとかも想定してリモートの体制を整えた方がいいんじゃないかと改めて話しましたけれども、ダメでした。こうなると天候が悪い時は出社できない可能性が高いですね。利用する日南線は大半が山道を走る路線なので、絶対すぐ止まると思います。地元埼玉でも武蔵野線でいつも遅延に困らされていたので、それのさらにひどい状況を想定しています。バスだと乗り継ぎする必要があるし、交通費が高いし、そもそも9時出社に間に合わないということでなしですね。まさか一切ダメと言われるとは思わなかったので、身の振り方をどうしようか迷いましたが、まずは一度通う形をとって考えようかなと決めました。実際にやってみての状況を展開していくことで、リモートが許されるならそれでいいし、許されないのなら転職も視野に入れていこうという感じですね。
仕事変えるのもなかなか手間なのでうまく収まればいいんですけれども、という感じで生活環境と収入源は確保した上で行動しています。通勤2時間というリスクはちょっと痛いですが、そこは前向きに考えて自身が楽しんで動けるように工夫したいと思います。まあ、今月実際に引っ越ししまして、楽しみと不安が半々な心境なんですけれども、環境の変化があると気持ちにメリハリも出ますので、精神的にはいいんじゃないでしょうか。これからも移住先の情報や心境などちょっとでも参考になれるような話を発信していきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。